新しい文集党あるいは新文集党はミャンマーの野党である。その軍事組織であるモン国民解放軍は1949年以来ミャンマー政府と戦ってきたが、故障は異なっていた。NMSP は政府が講演する全国大会を通じて憲法改革及び政治改革を推進を試みて来たものの何度も失敗に終わっている。 NMSP は1995年に政府との停戦協定に署名していたが、党が国境警備隊へ転換することを受け入れずに拒否し、協定は無効となった。2018年2月に再び政府との停戦協定に署名することとなった。2018年時点での委員長は内藤門、総書記は内が運民であったが、内藤門は健康上の理由により辞任し、2020年には 委員長がない本サーとなっている。ミャンマーでは1962年から始まった軍事政権時代以降、それまで認められていた門人の文化が弾圧されるようになり、州の学校では門後の授業も禁止されるようになった。こうした状況が続く中、NMSP は1990年代中頃から自分たちの学校制度を作って普及させる活動に、 乗り出すこととなり、2001年までに、党の教育課は148の文民族学校と217の根性学校をやりくりしていた。州の学校の方が授業料が高い割に、文語の使用を制限していたという事情もあるが、一時的に停戦協定が結ばれた1995年頃、NMSP が多くの村で敷いた教育体制は、 州のものよりも人気が高かった。ビルマ語名は、ナイントームン、LALC 本字法、ニューン、妻ま文、IPA、NINT、メートル、ビルマ語、関与ラテン文字表記、ナヨーングミン、LALC 本字法、ニューン、アンマン、IPA、N は、IMM、ビルマ語名は、ナインハンターという。ありがとうございます。